お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら1コス4枚シリーズのね、バルーン編をやっていこうかなと思います。というわけで、まあ、1コス4枚入れて、バルーンを入れて、で、まあ、防衛でね、まあ、攻めでも守りでも使えて、しかも空にも対応できて、陸にも対応できる、まあ、ぶっちゃけこう、最強なカードハンターをね、まあ、入れとけば何でも守れるでしょうという感じですね。で、まあ、削りでバルーンだけでもいいんですけど、なんかこれディガーの枠が迷ったんですけど、まあディガーでいいかっていう、はい、感じでディガーを入れて、まあ、バルーンを通すためのね、まあ、雪玉も入れたこのデッキでね、今日やっていこうかなと思います。まあ本当に相手が何を持ってようが、トルネードを持ってようが、対空が7枚あろうが、僕がバルーン飛ばすと1コス4枚でまたバルーンを飛ばせるっていうね、あの卑怯な技をできるので、まあ多分何人でも勝てるし、まあ何人でも負けるよねというような感じです。そう、よろしく。なんならこれ初手バルーンいっちゃいます。相手に対空がなかったらその時点で詰み、まあ、出てくるけど、僕らになるとこのねご了します。いや、雪玉って、お、相手も困ってる。一発、あ、これやばいっすね。やばいんですけど、このゴブジアイの槍が強いんで、槍がハンターにタゲ取らないようにちょっとねいい感じに、うわ、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、でもいた、ハンターそんなダメージ受けるっていうぐらい受けちゃいましたね。でこれはディガーをつなげて、まあ、これにと探したところを、バルーンで刺していくというような感じですね。なんだこれにメガゴとかを相手が振らしてくれたら、もうそんな時にはもうね勝ちという感じですね。これハンターで守ってバルーンつけるとかどうだろうな、もったいないかな。まあ一旦やってみますね。相手がメガゴのターンなんですけど、まあ、ファイボとかあるとまた話が変わるんですけど、ね、ライトとかやば、毎回あれですね、相手レイジ防衛してきますね。うーわー、入らないか。入った感すごいあったんですけどね。まあまあ。ゴブスパのレイジですね。あー、やばいっすね。後半入ったら、多分スパーキーがいるっすよね。入ったら、止まんない気もするんですけど、まあ止まんない気もするけど、止まる気もしますね。だからハンターがめっちゃ強いんで、とりあえずめっちゃ低めハンターからの LSP を感電させつつの、なんか神防衛ができれば、守れそうな気も。LSP の関連がちょっとむずいな、あれ。とりあえず、なんか、ビリビリさせます。ビリビリさせて、雪玉とかで、よいしょ！あ、待って、俺のタワーがいかれてる、でも。結構完璧に守った気でいたんですけど、まあでもメガゴなので、相手。よいしょ、これで、普通にタワー1本折れそう。よいしょ。さあ、で、LSP とかもちょっと添えてあげてね。いやー、これいらねえか。絶対落ちるな、こんなん。あ、やべえ、俺のキングが落ちそう。キングが落ちそう、あれ。まあまあ、一旦落ち着いて。これちょっとやべえな。モロで受けちゃってる。モロで受けちゃってる。やばいやばいやばい。ヒースピー殴らせて、あ、あれ？よいしょ。あれ？あれ？やばいな。さては気づいたっすけど、やばいっすね、今。よいしょ。よいしょ。いや、めっちゃいい。これをもっと早くからしなきゃいといけなかったですね、僕は。いや、残ってるのでいけ。まあ、一旦耐えて、バルーンの爆破と、なんかいい感じに散ってけ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これ、雪まで撃って防衛した方がいいですね。よいしょ。待って、やばい。OK。いや。2発、よし。いやー、いい、ダメージ追いついた。いや、キングやばいな。これ攻めた方がいいですね。さては、スパーキーが来る。飛ばすだけ得、飛ばすだけ得だけど終わったかもしれない。これ真ん中からゴブジョ生きてくんねえかな。うわ、なんか全然違うの来た、全然違うの来た。よいしょよいしょ、チェーンして、チェーンして、チェーンしろ。いや、めっちゃでけえ。いや、そっちじゃねえ、お前が撃ってほしいの。やばい。ティッ。ティッ。あ。いや、待って、耐えてる、耐えてる。待って、終わったと思った。正直なところ。いや、あの、マスキがやべえ。高めマスキがやばい。さては、本当に。待って、めっちゃ耐えてる。やばいやばいやばい。いや、なんなら美味しい、これ。来た来た来た。俺の勝ちパターン来た。こうやってもうバルーン飛ばして、
まあ、あと、あ、なんか来た、なんか来た、なんか来た、めんどくさい、なんか。帰れ、帰れ、帰れ、お前。お前帰れ、お前帰れ。いや、この雪玉謎。いや、待って。いい、爆破、爆破、爆破。真ん中ゴブじゃいい。ヒースピーちょっと処理。あ、これバルーンだ、バルーン飛ばして。いや、マジである、マジである。え？あと18秒でしょ。耐えろ、耐えろ。耐えろ。耐えて、耐えて、耐えて。耐えて。耐えたら勝ち。耐えたら勝ちな気がした。やばい、待って待って、やばい、待って待って、やばい。待って待って待って、やばい、待って。勝った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 。え？負けた？いや、勝ってるよね。キング、危な。待って、動画越しだから多分全然わかんないんですけど、涙出てきた。謎。いや、めっちゃ謎なんだけど、涙出てきた。やばい。やばいな。楽しいね。疲れるけど。よろしく。スター。もうちょっと綺麗に勝ちたいですね。本当に。1コス1枚1枚をマジで無駄にしないようにね。あ、待ってきた。でも、これ、スパーキー弱体化されたんですけど、でかいですね。撃つまでがちょっと遅くなったんですよ。まあ、それによって本当に、うわぁ、いい受けだな。それによってね、ちょっと守りやすくなったですね、前より。もうこれ、スケと、スケだけだったらやばいかな。ちょっとザップが怖いんで、あ、遠目にアイスピ出して、いや、めっちゃいい。このザップ警戒のアイスピね。で、メガゴ出したんで、エレキも出したんですよ。これもバルーン飛ばすだけで、まあ、メガゴ回るか。いや、ライトニングボーイ、ファイブボーイ。で、さあ、来るぞ。なんか来るぞ。飛ぶぞ、飛んだけ、よし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 。めっちゃいい、めっちゃいい。で、ここを、まあ、ハンターと、まあ、スケでね、しっかり延命してあげて、いい。え、上手くなってる、上手くなってる。今さっきの1回でめっちゃ上手くなった説ある。あれ、そういうの違うんだよね、君。求めてない、今。痛い。いや、雪玉が強い。雪玉はマジで攻めでも強いですけど、防衛で積極的に使っていきたいですね。1コス4枚と雪玉で何でも守れる。さあ、今回スパーキー、でも、これあれですね、僕がケツから同じようにハンターで裂いてもスパーキー出されるだけなんで、攻めようかなと思ったんですけど、まあ一回ここ守ろうかなって感じですね。低めに出してあげて、まあ感電させつつ、まああとはなんか気合、気合という名のね。え、相手何も出してこないんだ。これ一回打つまでやっぱ遅くなってますね、前より。で、これちょっといつもより遅めでいいんですね。だから打ちそうなんですけど打たないんですよね、彼。いや、これなんか怖いですね。雪でも打っとこう。雪でも打って時間稼ぎして1体目のハンターでできるだけとかしたい。あ、待って、ミスト。やばい。いや、残るならいい。いや、残るならいい。で、これで、よしよしよし。で、ヒースピを添えてあげて、これでエレキとかをね、相手落としてきても、あー、ライトニングボーイ。まあ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 、ライトニング使ってくれたんでね。しかもなんなら爆破で結構散る。で、このエレキのダメージは気持ち許容する。よいしょ。さあ。で、ミニッペだけね。オーケー、ダックプリが殴ってからの、いや、めっちゃいいな。で、あれはね、ディガー飛ばしても、なんか爆破しちゃうんだよ、あいつ。あ、真ん中これアイスピとかにスパーク出してえな。あ、いい、いい、いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいい。あ、ハンターそこから出したらちょっとやばいかも。これ雪玉防衛マジでしとけば、多分大丈夫ですね。で、回復してあげて、あ、その間にね、ビリ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 、オッケー。いや、オッケー。やばいやばいやばい。やばくない？今さっきの1試合目とこの2試合目で、全然ね、違う。いや、めっちゃ綺麗に戦えたな。オッケー。とりあえず、スパーキーもいいんでね。スパーキーはもういい、満足かな。ラバーっすかね。ハンター、やっぱラバーとかに強いんで、ラバー引きたいですね。ちょっと、ボコボコにしたいですね。いやー、マッチングがしない。よし、というわけで、バルーンな、結構いいな。なんか、スケバレとかもちょっと試したんですけど、なんかね、やっぱ攻めが弱いですね。なんかエリババとかだとロイジャイとか結構火力があればすごいやっぱ攻めれるんですけど、なんかね、火力がないとなかなかね大変だなっていうのを思いましたね、ちょっとやってて。まあね、まあバルーンやったやつ、今度ホグとか、まあ高回転ラバとかもちょっと面白そうなんですけどね。高回転ラバ、
ラバ出して4枚1コス割いたら、もう1回ラバつけて、ラバ三重視みたいな。なんかそんな感じで攻めるとかも、まあ、ないこともなさそうですよねっていうのをちょっとやってみたいですね。まあそれででも攻めできなかったらフルカウンター来て終わるんですけどね。やばい。あ、そのヒースピやばい。あー、やばい、やばい。あ、いらないっすね、この雪。あー、これ陸めっちゃ多いデッキっすね、さては。これは神の防衛をしていきます。まあでもマジで、マジアちゃん、下方していいっすね、あれ。本当に。使うけど。いや、いいや。下方しなくていいや。いい感じに守れた。雪で。おい。さあ、難易度鬼ですね、鬼。相手多分、ムートとかエリババもいるんですよね。もしかしたら。いや、工場がいたから、エリババがいないことかな。普通にユーノゴーストの工場ババとかの、まあ、エレキマジアちゃだと思いますね。なんで、一回ここで、攻めたい気持ちもあるな。攻めたい気持ちもあるが、ちょっと、イモりたい気持ちもありますね。相手が甘えてなんか出してきたら、これ、はしめマジアちゃでぶち抜かれるかもしんない。危ね。まあ、抜かれたらしょうがないって感じでね。回復してあげて。よしよし。いや、今これ、ムート咲いてる。結構カウンターというか、まあ、攻めるチャンスではあるんですけどね。エレキとマジアチャか、ハンターとマジアチャなんですよ。一旦行ってみるか。うわぁ、すげえ攻めてくるな、今回の相手。攻めっ気がすげえな。なんか、デッキが弱そうだからかな。相手のデッキなんか弱そうだなーって。これ勝てるくねーってなってるかもしれない。もしかしたら。あ、待って、バカバカバカ。まあ、ワンパーなんだよ、僕はね。バルーン一発通しちゃえば、これちょっとマジアチャ警戒でね。はい、こんにちはー。よいしょ。さあ。歩いて、歩く。いやー、ちょっと早いな、このビリビリ。あー、これちょっと遅えな。あー、大変だ。もう疲れてきちゃったよ、俺も。とりあえずね。雪とか打ってね。もう雪打っとくだけなんで、打ちとく。よいしょ。さあ。雪とか打っちゃいたいな、あれ。雪打たないと。俺、行かれる。あー、やばい。待って。チンパン。端前出してるだけだぞ、お前。よいしょ。さあ、やばい、チンパンすぎ。あ、これあれっすね。無理っす。いや、山ちゃん？え？ちょっとそういうこともありますね。本当に、1ダメージも与えられなかった。これな、ウッドだったらいけたかな。くぅ、もう一回やったら勝てそうですね。もっと僕が攻めてもよかったかもですね。攻めてペースをつかめばよかったかもしれない。相手につかませたらもう何もできなかった。ね。よいしょ。というわけで、とりあえず暇なんで削っていきます。で、相手の対空を把握したいと思います。スケドラと、まあ、ラバかな？ラバルとかですかね。ラバ引きたいって思ってたんで、ちょうどいいですね。さあ、で、まあ、ハンターを、4周ぐらい回したいと思います。ハンターからの、まあ、インドラが来るかな。インドがちょっと厄介ですね、個人的に。よいしょ、インドラが来る。そうなんですね。雪とか打って。よいしょ。いや、いい延命。いい延命からのハンターゲー。あ、これ守りすぎっすね、僕。まあ、一旦いいでしょう。で、次は、まあ、スケドラがいるんですよ。これを、1コスをめっちゃ節約すれば、多分攻めにもコスト使えるって感じですね。今、スケドラなんで、スケドラ墓石、ん？墓石回ってるかな？回ってないかもしれないけど。とりあえず、飛ばします。で、スケドラ咲いてくれねえかな？スケドラ咲く、ここですね。今空いた対空がインドラなんですよ。インドラにはもう、後ろからね、このビリビリ部隊をいっぱいつけるか、まあ、なんかしてあげればいいので、あ、でもこれディガーがねえとあれかな、5打たれるだけかな。まあ、攻め行きすればいいですね。攻め行きして。よいしょ。これ雪打って、まあ、一発。なんならもう一発。あー、ザップ打たれましたね。綺麗なザップですね。爆破？あ、いらない。
まあ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 、バルーンは止まりますね。まあめなんかラバルスケドラとか組まれた時がちょっと大変かなという感じですね。いやこれスケドラ回ってるかな、相手回ってない説ある。回転を生かしてね、いきます。いや回ってないな。あ、これで回ったっすね。なるほどね。爆破ちょっと入れたい思いもあるが、まあこうハンターで守りましょうと。でこれ5打たれるな。よいしょ。そうそう、いやいい、この1コス勢が頑張ってるからのカウンターでね、僕1コスいっぱいつけとけば相手もインドラとか結構ね、あの出しにくいのと飛んでくれますね勝手に。でユキもあって LSP も LSP 初めて大活躍。あーまあ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 、よく頑張ってくれた方ですよ彼は。いやでもこれねラバーとか絶対強いと思うんですよ。単純にハンターが無限にもあるんで、さあこれ逆サイ来ても別に止まるって感じですね。よいしょ。さあザップで大変されるが、もう一体ハンター出てくるんですよやばいっすよねこれ。いやーこれはさすがに勝ちたいぞ。あの200だな。でまあインドラ来る。あディガー警戒。さあビリビリでね。いやなんなら墓石とかも壊してくれる。いいですね。あビリビリのチェーンが入ってる、やばくないですか。ビリビリでダメージ稼いだな。さあこれはもう僕解体早いんで攻めちゃっていい気がしますね。攻めて、まあ墓石で釣られるか。これもバルーンの爆破でも入ればいいので。よいしょー、ナイスグッドゲームというわけでね。いや最近すごいというか動画内でね、あグッドゲームです。よく言うんですけど、ラバル引きてえなんて言ったらラバル来るし、あ引きがいいんですよね。ちょっと一回負けたのはまあ悔しいんですけど、ぜひね、こんなね、お遊びデッキも皆さん、たまには使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。